という名前の男の子がいた。水汲みはレイビスの仕事だった。近くの井戸はだいぶ前に枯れてしまっていた。レイビスは永遠と歩いて水汲みに行った。往復6時間、毎日6時間、朝からひどい時には夕方までかかった。ワールドビジョン。